文明政治の6条件は、福沢諭吉が西洋事情で示した6カ条の条件。以下の6条件からなる。自由の尊重信教の自由科学技術の導入学校教育の拡大法治主義福祉の充実。文久2年に、福沢諭吉は、竹内安則健王使節団の通訳としてヨーロッパを歴訪した。歴訪の記録は、成功手帳というメモに記されている。 帰国の後、福沢は西洋事情を出版し、欧米の文明を紹介して、ベストセラーとなる。この西洋事情の初編の末一に、オーラトモエ政学科の説に、およそ文明の政治と称する者には六家条の溶血ありといえり、として文明政治の六家条が示されているが、このオーラトモエ政学科とは誰を示すのかは、不明であった。 松沢宏美は文明政治の六箇条に着目し、六箇条の中の最初の五箇条が成功手帳に記されていることに気づいた。さらに、同様の五箇条が福田作太郎の英国探索にも記されていて、オランダ人医師新聞ベリヘンテから聞いたとあるのを発見した。そこで松沢福沢も新聞ベリヘンテのレクチャーを受けて、 成功手帳に5箇条を記したのではないかと推測した。さらに、6番目の条件は福沢が独自に追加したものであろうと推測した。アルバート・クレイグは、シンモン・ベリヘンテに興味を持ち、独自に調査した結果、シンモン・ベリヘンテが、シーモン・ベリンファンテというアムステルダム生まれのオランダ人医師であることを発見した。文明政治の6箇条は、 複沢のほとんどすべての著作と関係している。特に各条件と関係の深い著作は以下の通りである。ありがとうございます。